僕行かれたよ。は1965年のアメリカ合衆国の映画、ヘンリー・コスター監督の作品で出演はジェームズ・スチュアートなど、ブリジット・バルドーとビル・マミーある日、8歳の少年、エラスマスは先生から数学の才能を見出される。エラスマスの父にして、詩人でもであるリーフ教授は科学を嫌っており、息子の数学の才能を隠そうとする。だが、 リーフ教授の妻ビーナがエラスマスを銀行に連れて行った際、彼が年次決算報告の誤りを見つけたことから世間に知られてしまう。それでもリーフ教授は我が子の才能が金儲けに使われないように奔走していたが、エラスマスの姉パンドラは弟を利用して宿題をさせたり競馬で金儲けをしており、エラスマス本人も競馬で稼いだ金の一部をもらい、パリに行って、 ブリジット・バルドーに会いに行く計画を立てていた。そこへ、ある人物が、リーフ教授に接触し財団設立を持ちかけ、教授は、オーケーしてしまう。また、エラスマスも、父親と共に、パリへ行く。帰国後、財団設立を持ちかけた人物が、財団設立のために得た資金を競馬に継ぎ込んで、大儲けし、 高飛びをしようとしていた。そこへ国税庁から所得税の督促が来るが、リーフ教授は教団の基金だから無税であると説明し、所得税を支払わなくても良くなった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。